今回は、誰もやらないことに価値がある、というお話です。可能だけれど、誰もやらないことに価値がある。何かを始めるかどうか決めるとき、それが、いかに簡単にできるかによって判断することが多い。しかし、この判断には問題がある。もしそれが簡単にできることなら、やる価値はあまりないからだ。成功している企業が求めているのは、この可能だけれど、誰もやらないこと、である。ビジネス書の活用法。ビジネス書では、よく方法論が箇条書きにされているが、それは決して成功の要点ではない。もし何か具体的な方法を求めているなら、探せばすぐに見つかるだろうが、そんな読み方をしても得られるものはない。箇条書きでは、読者にその本の著者と同じような視点は伝わらない。本の目的は、何かを変えるように読者を説得することではなく、何を変えるかを読者自身が選ぶ手伝いをすることである。ビジネス書の唯一最高の活用法は、それを他人と分かち合うことだ。必要な人にその本を手渡し、行動を起こさせる。本は思い出であり、情報の入れ物でもあるが、読む人にやる気を起こさせるきっかけにもなる。セス・ゴーディンの出し抜く力。先がわかる人は何を見ているか。セス・ゴーディン著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。